今回は名人戦第一局の一日目を見ていきたいと思います。黒番が芝の九段で。白番が山名人ですね。で、ここでかかってきましたね。まあ、開きぐらい打てばね。穏やかでしたけどね。 まあより働いて打とうということですね。まあ、白が受けたらこれは利かせになりそうですよね。まあ、これが黒の注文図なのでまあ白は当然反発しますね。まあただ黒もこれで戦えるという判断ですかね。これハサミの位置がねむず かしくて。まあ一応黒二間に開く余地があるわけですから。これは黒も互角に戦えるようですね。これしっかりね。血を取りながら。攻めてますね。あとこの連絡の保険も残ってますからね。手厚い打ち方ですね。 でつけて。まあ、ここ意外なとこでしたね。まあ、黒からの5歳が大きいという判断でした。ですかね。まあ、一応白強いところなのででこの黒石も、まあ、渡りの保険もあるわけですから、強い石と見るところかなと思うんですが。ちょっと意外なとこでしたね。ちょっと鉄源は？だからこういう手を示してましたね。 これはこっちに渡ると主張は主張は別にいいわけではないわけですが例えばですけどまあこういうふうに切り込みを打ちましてオさえが効いてまあどうやって打つんですかねまあ例えばこれ主張が悪いわけですけどまあこのように逃げてまあ当たりが2回効くわけですから例えばこのように打って ま両方から聞かすことができてまあ一応これは捉えていますが黒はコリ形ですし白の形が非常に厚いということですかね。まと同時に渡りを遮ったわけですからこの左下の黒も弱くなりますよね。まあ,あとここでは他には大葉がたくさん残ってるわけですからまあ係りとか三三とかまあ可変係りとかまあいろんな大葉に。 打つ手もあったかなと思いますねちょっと意外なところでしたね大きいという判断ですねで、黒は下辺が大きいという判断ですね下辺と上辺の価値どっちが大きいかというのは非常に難しいところでしたねで、この手が非常に地に辛い手でしたね まあ部分的にはコスミに打つ手もあるわけですがまあより右辺下がった方が裾分けなわけですから地としてはこっちの方が頑張ってるという判断ですね。でここで飛びまして打ち込みですね打ち込みが狙いだったわけですね。非常に厳しい打ち込みでだいぶ右辺のね黒地だいぶ制限度引きましたね。 でここに当てた手がなかなか気づきにくい手厚い一手でしたねまあ、やはり先ほど解説したようなこの後ろからのこちらにま膨らんでいくような先ほどの手筋があるわけですからまあ、そのような手を消したというわけですね非常に手厚いとこですねまあ、ここでは例えばこういうふうに真ん中を大きく囲っても打ってみたいわけなんですが まあこれだと一回押しぐらい打ちましてまあ真ん中大きくなりそうなんですが意外と下辺がまだ空いてますのでまあこういうふうに下辺に開かれてもそんなに大きくまとまらないというそういう判断ですね。実践手厚く打ちましてまあこれでまあ飛びを打てればね白も真ん中を消しながら白は補強できてるわけですからこれはま白としては不満はないのかなと思いますね。 まあ、ただ、黒としても慌てずにじっくり打とうと。真ん中は消えますが、下辺打てますので。真ん中減った分は下辺の、字を増やしていこうという、そういう作戦ですね。まあ、ただ、やはり。真ん中減らしたっていうのが、大きくて。まあ、白が少し打ちやすい、という形成のようですね。で、ここで封じ手となりましたね。まあ、これは白が。 何か受けるのが封じ手になるかなと思うわけですが、まあ、絶言の図を見,見ていきたいと思いますね。まあ、単に下がる手を示してますね。まあこれが一番筋のいい受け方ではありますね。まあこんなような図を示してますね。まあ受け方としては三通りぐらいありまして、まあ一回手を決めてから下がる、まあこれも考えられますね。 まあ跳ねるような手、これも考えられる手ではあるかなと思うんですが、例えば手を打って当てて、まあこれで黒は先手を取って他のところを打つ、まあこのような展開になるのかなと思いますね。なのでこの三取りのどれかが封じ手にはなるのかなと思いますね。で私の予想としてはやはり単に下がる手が筋が一番いいわけですから、まあ例えば黒がどこか この後打つと思うんですがまあ後にまあ後になんですが白かこういう出るようになってこの手は交際とかで打てる可能性があるわけですからねまあこれまあ今すぐ決めていいのかどうかっていうのは非常に難しいところなので単に下がる手を封じて予想にはしたいかなと思いますねで黒としてはこれつけ一本は先手で打とうという意味かなと思うんですがまあこの後の予想される進行としては まずここの真ん中の白が弱いわけですねこの真ん中の白をいずれ黒は攻めていくような展開になる可能性はあるのかなと思いますねでここら辺から攻めていくわけですがまあ、これは白が受けてくれれば利かしにまあ、何か受けてくれれば利かしになるわけですがまあ、白としても当然最強種で反発してくる手が黒にとっては怖いわけですね例えばまあ、出て切りまして、まあ、黒としてもこういう当てて駆けつぐ まあこのような手があれば黒としても最強なわけですがまあちょっとこれはこれでちょっと種石が取られてそうなんですよね。例えばまあ一番分かりやすく打つと放り込みから当てを打ちましてまあこれに対して黒は継ぐことができませんよね。だから種石が取られてしまいますね。なのでこの手はちょっと黒が無理そうに見えるわけですが。 まあちょっと気づきにくい筋の悪い手なんですがここであえて切らずに継ぐというような手まあこの手は一応あるかもしれないですね。例えばまあこのような手になって白は継がないといけないという形になればまあこれは一応まあ継がしたことでまあこのように飛びをってまあこのように攻めていくまあこのような手が成立すれば非常に 厳しいところではあるかなと思いますね他に黒の狙いとしては右下隅ですねまあ、この白もま若干薄いですのでもうこの2線の置きから例えばこういう風に打てばこちらによって頑張っていくようなのでまあ、こういう手があるわけですから、まあ、こういう置きとかも狙いにはなってくるのかなと思いますねというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴 ありがとうございました。